サクラソウの仲間は北半球の温帯から寒帯を中心に数百種が分布している大きな群で、日本には14種が知られています。このビデオでは日本の美しい野生種を紹介します。サクラソウモドキは名前のようにサクラソウに似ていますが、おしべが花冠の基部についているのでサクラソウモドキ属として区別されます。サクラソウモドキは北海道から樺太に分布し、多くは林梢に生えていて、大きくなると高さは30センチにもなります。日高岩桜は北海道の日高山脈の岩場に生える高さ10センチほどの小さな桜草です。木質化した地下茎を持っているのが特徴です。高山の激しい風に吹きさらされて、蛇紋岩の岩場にしがみつくように生育していました。エゾコザクラは少し湿った草原に見られる桜草で、北海道からオホーツク沿岸やアラスカにかけて生育します。高さは10センチほどですが、群生してきれいなお花畑を作ります。氷河期に南に分布圏を広げ、本州北部の日本海側に分化したのが次の白山小桜の一群です。雪解けとともに花開いた白山小桜。白山小桜はエゾ小桜よりは大きくなり、時にはこのように20センチを超えることもあります。やはり小型の雪割り草が本州中部から九州に分布しています。名前からは春に咲く桜草のようですが、開花は初夏になります。高さはせいぜい十数センチの小さな桜草です。雪割り草は岩場が好きな桜草です。岩場では大きな他の植物が育ちにくいので、雪割り草のような小さな植物も生き続けられたのでしょう。これは四国の雪割り草ですが、本州中部から千島にかけてはよく似た雪割り小桜が分布しています。また北海道にはサマニ雪割りが分布します。さらに礼文島などからは礼文小桜が知られています。サマニ雪割りも礼文小桜も西南日本の雪割り草に近縁な種類です。夕張小桜は北海道の夕張岳に分布する小さな桜草です。花茎の高さは数センチほどです。遅くまで雪が残る場所に多い可愛らしい桜草です。空知小桜は北海道の石狩川支流にある空知川上流で発見されました。夕張小桜に似ていますが、岩場に生育します。空知小桜をはじめとして、北海道には夕張小桜、サマニ雪割、日高岩桜などいくつもの小型の桜草が知られています。西南日本の太平洋側、中部地方西部から九州の山地の岩場には岩桜が分布します。花は春の終わりから初夏に咲きます。その花に丸花蜂が蜜を吸いに来ていました。花から花に蜜を吸って回るときに花粉を運びます。岩桜の花は大きくて直径が3センチ近くにもなります。その生育地は限られていて、凝灰岩の岩場であることが多く、希少で貴重な種の一つです。四国カッコソウは四国に特産しますが、分布地点は限られて稀なものです。明るい林梢に見られます。カッコソウは関東地方から知られていますが、離れて分布する四国のものは
密生する毛が長いので四国カッコソウと区別されます。大桜草は林の縁や谷川沿いの明るく湿った場所が好きな植物です。北海道西南部から本州中部にかけて見られます。名前のように大きな桜草で花茎の高さは50センチにもなることがあります。数個の花は1段ではなく2段に咲くことも多いのです。北海道には大桜草に似て毛が縮れる系統があってエゾ大桜草と呼ばれます。大桜草は全体がほとんど無毛ですが、エゾ大桜草は毛があるのです。クリン草は日本では一番大きくなる桜草です。花茎の高さは1メートル近くになることもあり、たくさんの花を何段にも咲かせます。北海道から九州まで広く分布する野生のクリン草の花はピンク色のことが多いのですが、さまざまな変異が知られています。イギリスで改良された園芸品種の中には濃い赤色の系統もあります。北海道から九州まで桜草は日本列島で広く分布しています。また大陸では中国東北部から東シベリアにかけて見られます。柔らかく暖かい日を浴びて桜草が咲き出す春、まだヨシの芽はちょっと顔を覗かせているだけです。川岸のヨシ原だけでなく山裾の湿った草原にも桜草は見られます。ここでは冬の間に草原に火入れが行われるので、桜草は春の日差しをいっぱいに受けて育つことができます。大きくなると30センチを超える花茎の先端に数個から時には20個もの花を群がりつけます。花の直径は3センチにもなり立派です。江戸時代の日本で桜草は観賞用の園芸植物に育てられました。春竹縄になると桜草の花は終わり、結実の時期になります。その時期にはヨシの芽も伸び出して桜草は草陰に隠れてしまいます。江戸時代は桜草の花見ができたほど身近な存在でした。そして多くの桜草の仲間も土地開発や乱獲で希少で絶滅が心配される植物になりました。日本列島に彼女たちが生きながらえることを願っています。